皆様、こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが室外骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフ榎本にお気軽にご相談ください。さて、愛犬丸バツクイズです。犬に味付け海苔を与えても問題はない。答えは×です。味付け海苔は塩分が高いので揚げてはいけません。犬は人の4分の1の塩分しか必要ではないと言われています。人は体の無数の汗腺から余分な塩分を汗とともに出すことができますが、犬の体には汗腺がほとんどありません。そのため塩分を多く取ると腎臓に負担をかけたり高血圧になってしまいます。どうしても与える場合は塩分の少ない焼き海苔を少量与えるのであれば大丈夫です。以上で愛犬丸バツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。